というわけでですね、やっていきたいと思います。初見さん歓迎、質問歓迎、投げ銭スパチャは大歓迎のこのワークショップ、来るものは拒まずでやっていきます。パーカッションの高文です、よろしくお願いします。大きくね、このパーカッション叩く方法っていうのは2種類しかありませんと。直線的な動きか回転的な動きであると。まあ、その組み合わせっていうのもありますけれども、大きくは直線か回転であると。でパンデロっていうのはすごくね、回転的な、まあ、分類として、僕の分類としては回転をよく使うことによって演奏できる楽器なんですね。で今言った3つ、チキチキも親指も薬指も、特にねこの前腕っていう肘から先の回転の動きによって、そうできますよ。はい、今シール貼ってますけど、1本はこの親指側からずっと伸びて、まあ、この辺りに落ち着く骨で、もう1本はシール貼ってないんだけども、まあ、ここにあるという感じなのね。でこの骨がね、この2本がこうなることで、こう回ってるように見えるという話です。だから正確にはね、これねじれなわけね。あるいは傾くっていうか、傾きかねじれであるっていう話なんですよ。でこれから我々がやらなくてはいけないのは、特にねこっちの骨なんだね。こっちの骨を、いや見えてる、こういう動き、こういうコントロールを自在にできるようにしたいとする必要がありますと。この骨を、まあ、こっち側に倒す、こっち側に戻す、このコントロール力が高ければ高いほど、このチキチキもできるし、この親指のアクセントベースもできるし、こっち薬指に関してはこっち戻す方向なんだけれども、まあ、こういう理屈でなってますと。ギターってやってる方います？あるいは、まあ、ウクレレでもいいですけども、ストロークする動きが、まあ、まさにこれであると。でこれこのままパンデールいけますと。でこれこのままチョッパーいけますと。もう全部実はね同じなんだよっていう話なんですね。じゃあやっていきます。まずですね、メスっていう形を作っていただいて、この状態から、水のね手を洗って、手が濡れたと考えてさっさと払う、梅雨払い、この動きをしばらくやりましょう。さっさと振って戻す、振って戻す、はい、さっさ、さ、こうタイミングに合わせるとなおいいかもしれない。さっさっさっさ、なるべく楽に振ってください。さっさ、今何やってるかというと、こうさっき言った動きをなじませてるっていうかね、これ体に今覚えさせております。さっさっさっさ、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、さっさ、はい、これが一番よく使う動きなんですね。逆はですね、お化けの手ですね。お化けの手を作って、今度上に振って戻す。さっさっ。こっちの方が多分できない人が多いというか難しいと思う。さ。で、コツとしては一回この上方向、自分内方向に振って、あとはもうそのまま自由落下で落っことす。なんかこう初速だけ振って与えてあげる感じでやってみてください。さっ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 さ、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー。でこれで一旦慣れていただいて、今度はここついたまま、ついた状態でこの腕をほったらかします。でさっきのお化けの手
のような状態。で、この状態で、このだらんと垂れた手首がこう振り子だと思って揺らしてください。限りなく自分のできる範囲、もう最小の振り幅っていうか、震えるような感じで、ふるふるふると揺らしてほしい。こんな感じです。はい、こういう感じ。で、最終的にこの振れる速さが演奏できるマックススピードになります。で、今そんなに焦らなくていいので、小さく振るところからだんだん大きく振ったり、大きく振るところから小さく振るというふうに、この振り幅のコントロールを自分の中でつけてみてください。この2点を交互に当てます。動きは今やったまんまで、ふる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 と。やっている、ギターを弾いてるような感覚で、この2点が当たるようにパンデーロの方を持ってってほしい。手の方を行くんじゃなくて、パンデーロの方を持ってってほしい。なんかこういう感じになると思うんですよ。今やってたままやるとすると。これでいいっす。縦向いちゃったりして。あ、つまりこういう状態。はい、これいいか。で、この2点で交互にチキ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 としばらくやってみてください。で、さっきやったみたいに緩い状態から大きくしたり、大きい状態から小さくしたりみたいなコントロールをやって、それを楽器の発音に変換してほしいんですね。で、大体親指側と中指側、薬指側が同じくらいの音量、チッ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 くらいでなったら、ちょっとこう持ち上げていくと。で、それに合わせて手首もこう一緒にこう、このまま持ってきて、このまま。はい、これがチキチキです。こことここが交互に当たってます。来た。このためにクリアヘッドにしたということにしよう。こうなっております。